マイケル・ヘンリー選手。はい、皆さん今日はありがとうございました。質問いらないですかね。あ、ください。あ、そうですね、ありました。今日見事勝って、そして MVP を公約通りというんですかね、三好さんにプレゼントすると言ってましたが、見事有言実行やりましたね。そうですね、もう本当に今日のチーム原宿のテーマが本気のバスケットで感情爆発させて、それでもう皆さんに楽しんでいただいてということでしたが、皆さんどうでしたか。ただ面白さでは完全に完敗しました。だいぶ高田キャプテンはネタを仕込みましたが、エブリーキャプテンはちょっと仕込みきれてなかった。いや、あの今日は本気のバスケットを皆さんに伝えたかったのでという言い訳でお願いします。しかし、本当にあの高田さんにも伺いましたけれども、これだけのファンが最後まで残って応援をしてくれました。しかもオールスターでしたけど、オーバータイムまでありがとうございました。そうですね、本当にオーバータイムまで行くのは本当に初めての経験だと思うんですけど、まあ、それぐらいこんだけバスケットを心から愛して楽しんで